いいですかこれで。はい。あ、なんか引っかかった。じゃあそれも畳んで、はい、向こう畳みますか。はい、入りそうなんで。これしまってその辺に。はい。あ、ゴミだな。これどっちが上とかあります？はい、はい、これも畳めますね。じゃあ、はい、お願いします。いい、でこっちを上ね。この後、松田さんにはヨガマットしてもらって、ちょっとヨガしてもらって、佐藤さんは寝転んで、なんか雑誌読んだりだとか、はい、はい、そこを見るところを取りたい。とりあえずリアルに掃除しますね。もうリアルに、綺麗に。先生、ちょっとそう、もうちょっと、ホコリっぽくなんで、開けてください。ドット開けるのやってもらっていいですか。逆側でやった方がいいですか。同じ並びってどういう感じですか。両方2人ともここから順こっち側に動いた方がいいのか、はい、1人こっちからこっちに動く、1人こっちから、はい、こうで、はい、じゃあ最初はあっちへ、はい、そういえばここ後で掃除してくださいとか言ってましたもんね。そうですね。じゃあ一石二鳥な感じで。ちゃんとできます。ていうかでもさ、
これ私たちの毛じゃないね。これ前からあったやつだよ。おー、落ちてない。おーすごい。めっちゃ取れてるじゃん。結構取れてる。なんか借りる前より綺麗なんですよ。先生これ咲くからめっちゃこっちの足だけ出るんですね。こっちの足は出ないんですけど、なんか左だけなんかめっちゃ。皆さんテープとか持ってます。あー。テープないかな。どうするなんか左のやつだけ出てくるんですよ。あ、先生私いいもん持ってますよ。バンドエイドで止めましょうか。いや、どんなことないんじゃないかな。あ、でもバンドエイドがあれば、うん、こう通してこっち側に。私絆創膏持ってますよ、2、3枚。一回ちょっと試しにじゃあ。なんかね、なんか左だけ、うん、あ、そっちだったそうなります先生座りますよ、ここはい、大丈夫避けましょうか。いや、大丈夫そこにハンディクリーナーみたいなのがありましたね。ありましたね、はい。どうやって使うんですかね。これしかない。外してこれでいい。え、あと2枚あります。すごいネチャネチャしてめちゃめちゃめちゃしてる。めちゃめちゃしてます。拭いちゃいます？じゃあ拭きましょうか。拭きんで拭きましょうか。あ、いいです。これもその動きも取れるでしょう。はい。あ、本当だ。めちゃめちゃしてる。これ拭きどれ使ってもいいですか？どんどんがいいです。あ、なんかこう。ダスターみたいなあのピンクと白のやつとか使うといいんじゃない？はい、あれなんかよくあのこれです、うん、2枚もらってもいいですか？いい、どうぞ。これで取りづらいですね。 あ、だいぶいい。それじゃあこれさ、洗剤つけて水に出しておけば、そこまでする。すごいネチョネチョしてる。これなんか取れなさない。あのウェットティッシュとか、ね、アルコールとか。あ、なんかネチョネチョしてる。ガムテープがなんか。ネチョネチョしてる。油汚れじゃない。大丈夫です。はい、ありがとうございます。これは僕らもちょっと、この辺を置いてもらいます。はい、どきんかけます？そうですね。お願いしますからね。はい、
斉藤さんどれ使っていいの？どれでも大丈夫です。これ今斉藤使ってやつだよね。発射ペースでずらしてもいいですか？はい。全然ゴミが使えない。全然。てかゴミあんまないでしょ？髪の毛が今落ちてたんですけど、一本でも捨てなかった。意味ないじゃん。弱っ。まあやった系だね。はい、やった系。あ、出た。先生的な、一級さん的な、なんかバトル。いいだろ、はい。はい。どうでも。こうでいい。はい。あまり長くじゃないけど、あまり長くないけど、とりあえずやる。あ、つばさん、伴奏法いい感じですよ。あ、本当ですか。取れなくなりました。それでも、はい、こういうとか、はい、それを任せしますので、はい、ステップしますか、はい、ステップやってヨガもやって、金庫。
いい運動の食後の電球すごいね。はい。バラだよ。かわいい。かわいい？え？それとこういう趣味？こういう趣味だっけ？そういう趣味。アンティークは好きです。アンティーク調のもの。一応こう揃えてんだよね、壁の。壁の。教えてもらっていいですか？こう進めてもらって、はい、あ、ちょっとだけ開けてると困るから、はい、さっきちょっとだけ開けてた、うん、そんぐらい。寝そべって雑誌でも読んどいてください。はい。そう、気持ちいい。気持ちいい、面白い。ボッチってさ、はい、何歳向け？30代の半ば、はい、だと思います、うん、そうだよね、40代ではない。大丈夫ですか？大丈夫でも綺麗になったもんね、はい、でもヨガマット枕みたいな、ここ何畳ですかね。9.5 畳。そんなにありましたっけ？全部で20スヘビ。20スヘビですね。割と広いのかな。何もないかったらちょうどいい広さですね。そうですね、十分。でも9じゃなさげですね、確かに。でこれ女子の家だともうめっちゃ狭くなる。そうですね。女って荷物が多いもんね。はい。でもサイトも引っ越したんでしょ、あそこ。はい、引っ越したら結構物捨てたよ。はい、やっぱり、うん、めっちゃ物捨てた。めっちゃ捨てました。うん、なんかいつもやってるストレッチをやってますけど、いいですか？はい、いや、いろんな動きするからいいかなと。いいですね。あ、リザさん、こういうのも、こういうのも。なんかさっきからそういうのそういうのってどういうの？やっぱ 9.8 畳ですね。でもそこも含めてだと思います。結構ね、そんなに広い気はしないですよね。うん、しないですね。いや、そのブラウスみたいなのに何、そのなんかあの、なんつうの、そのパンツ。なんていうんですかね。なんつうの、今みんなそのパンツ履いてるでしょ。はい、こういうのが、動きちゃった。キロット的な、キロットっていうと年って言われる。なんていうの、そのパンティ言いましたっけ？ヨガマットキロットって言わないんですか？でもキロット、キロットって言ったらもう40代なんだよね。知らないらしいです。先生、これ使っていいですか？はい。